待ってたよ、おいで。私にくれる？ありがとう。あ、つながった。プロデューサーさん、お疲れ様です。今何してますか？急で申し訳ないんですけど、今週末って予定空いてますか？あ、ちょっと待って、まだ返答しないでください。もし戦略があったとしても、今週末はユリナと過ごすべきです。さあ、答えてください。本当ですか？嬉しい、よかった。じゃあ私と一緒に美味しいもの食べて、すごいもの見に行きましょう。今週末って花火大会ある日じゃないですか。どうですか、ユリナと一緒に過ごす花火大会は。今回の花火大会はプロデューサーさんと一緒に行きたいなって思ってたんですけど、私もすごく楽しみです。早く週末来ないかな。それじゃあお疲れ様でした。ハッピーバースデーユリナ、ハッピーバースデーユリナ、ハッピーバースデーディアユリナちゃん、ハッピーバースデーユリナ。ん？声が小さかったぞ。もう一回歌って。